こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。本田です。今回ですね、弊社エンジニアさんお二人お呼びしまして、飲みながら話していこうというふうに思います。お願いします。お願いします。とりあえず乾杯。いただきます。普段からよくお二人はですね、飲み会とかも参加してくれてまして、はい、飲むことは結構多いですよね。多いですね。今回はちょっと飲みながら話そうってことで、飲みながら座談会っていう感じです。はい、グラントワープ入る前からお二人はお知り合い？そうですね。そうですね。それで二人とも同じエージェントでエンジニアをやっているっていう。そうですね。たまたまタイミングがあって、すごい縁だなと思って。IT 業界何年でしたっけ？僕1年半とか2年目ですね。IT じゃなかったですもんね、もともとは。もともとアパレルなんで。そうですよね。何年目ですか？僕 IT で3年経たないぐらいですかね。出会いってどういう出会いだったんですか？お二人の出会い。共通の友達がいて、その友達と遊んでる時にテラチもいて、3人で遊んだりとか、他のみんなと遊んだりしてる時に定期的に集まる時があって、その集まった時に今こういうのやってんねんみたいな話をして、そこからフリーになったらみたいな言って、ありかもみたいな話になってって感じですね。もともとネットワークエンジニアでしたっけ？そうですね、もともとネットワークのエンジニアというか運用やってまして、フリーランスになってで構築何件紹介してもらって、運よくそれ決まって構築の方に携われるようになったんで、今がフリーランス歴が森口さんが1年と半ぐらいですかね。 IT 歴イコールフリーランス歴ですもんね。そうそうそう。ディレクション業務でってことですね。僕業界自体は未経験からなんで。すごいですよね。めちゃめちゃレアな経験ですよね。めちゃめちゃレアです。めちゃめちゃレアです。出会ったことないですもん、まだまだ出会ったことないですね。寺地さんは正社員で何年やってたんですか？正社員で2年経たないぐらい、1年半ぐらいで辞めて、森口君に紹介してもらって、フリーランスになって、今で10ヶ月ぐらいですかね。時系列で言ったら、出会います、IT 系です、IT じゃないです、ないです、IT のフリーランスになります、紹介するって、逆ですよね。なんだったら僕、逆に紹介してもらえるかもみたいな感じで思ってたんですよ。アパレル辞めようと思ってたんで、ちょうど IT いるし、言ったらいけるかもぐらいの感じではいたんですけど、まさかのこっちが紹介するっていう。もともとお二人ともアパレル業界。そうですね、アパレル業界ですね。寺地さん、高円寺かなんかのバーで飲んでて、隣の人かなんかが IT 系だったんですっけ？そうですそうです。IT の会社で働いてて、おじさんなんですけど、その人と話していくうちに常連さんだったんで、その人がその時に知らない常連さんと話すっていう遊びをやってて、それでちょっと仲良くなって、ちょうどアパレル辞める時だったんで、身の上話したら、俺が働いてる会社よかったら紹介しようかみたいな話になって、すごいな、紹介してもらって、そこでちょっとネットワークの知識かじってみたいな。決断もすごいですね。ノリっすね。基本ノリで生きてるんで。もともとお二人ともアパレルのショップ店員的な感じですか？そうですね、ショップ店員ですね。お店に立って普通に販売してみたいな。僕は販売だけじゃなくて EC サイトの運用とかはやってたんで、めちゃくちゃでかかったっすね。それがあったから未経験でフリーランスで IT 業界入ってる。だからゴリゴリの IT 業界じゃないけど、ウェブちょっと知ってますみたいな感じだったんで、未経験とはいえ一応リテラシーはちょっとあったから帰りやすかったみたいな。ショップで働かれてたのもあると思うんですけど、面談バカ強いじゃん。どうなんかな、あんまりうまくいった覚えもないです。いやいやいや、強いですって。他の方がどうか分かんないですからね。分かんないです。そうですよね。未経験の人って面談が強くないと多分きついと思うんですよ。じゃないと案件決まらないんで。でもめちゃめちゃラッキーなのはリモートの面談じゃないですか。それが面と向かっての面談だったら、もっと多分緊張とかしてるし、何も多分言葉知らないんで結構難しかったと思いますけど、リモートなんでまだちょっとごまかし聞くというか、硬くなりすぎずに喋れるから、そこはちょっと良かったですね。すごいですもん。だって飲んでるじゃないですか、僕ら。コーヒーでこんな喋れると思いますね。アルコール入ってない方がやっぱり頭の回転がむしろちゃんと喋れる。なるほどなるほど。寺地さんは今半年、今で10ヶ月ぐらいですね。10ヶ月ぐらいか。運用補修みたいなのをメインでやってたけど、フリーランスになって構築案件に一発目が入れてみたいな。そうですね。スキルアップもできてるみたいな。あ、そうですね。本当運よく。どうです？フリーランスになってみてなんか変わりました？生活というか。やっぱお金の方がね、余裕はね金の下がちょっと伸びてくるっていう同じですか？村口さんもそれが一番でかいんじゃないですかね。働き方とかも正直会社員の時と変わんないですしね。思ったよりなんかフリーランスだからといって忙しいわけでもなく、そうですそうですそうです。好きで求められるわけでもなく、そうですね。徐々に働いて。どれぐらい変わりました？お金的な部分で。2倍は正直いってないですかね。僕はまだ1年も経ってないぐらいですし、こっからからですよね。そうですね。でも運よく半年ぐらいですぐ単価ちょっと上げてもらってたんで、言い方悪いですけど、ちょっと簡単に結構上がるなって。会社員だとね、やっぱり年数千円とか、良ければ1万とか上がりますけど。会社員ってスキルが上がったからお金が上がるじゃないですもんね。そうです、そうです。ついてこないっていうのがきつさではありますよね。自分が頑張った分だけやっぱ上げてくれるんで。森口さん未経験で入って苦労しました。ずっとフルリモートから始まったんで、IT 業界で出社するっていうスタイルは知らないまま、いきなりリモートではあったんですけど、現場がちゃんと教えてくれる部署というか、マニュアルもありつつ、口頭でも説明しながら画面共有とかして教えてくれる環境だったんで、それはまず良かったですね。どういった業務をされてるんですか？ウェブサイトの運用ですね。実際にコード書いたりとかっていうのもじゃなくて、コード書いたりするのは制作会社さんで、はい、制作会社さんから納品が来て、それをアップするっていう仕事ですね。ディレクションみたいな感じですか？ディレクションですね。もともとアパレル業界で EC とかの運用をしていた知見をもとに、フリーランスでウェブディレクションみたいな、ディレクターっていう感じなんですね。ディレクター、ザ・ディレクターって感じじゃないですかね。ウェブディレクターでフリーランスだって人あんまり多くないので、いないですよね。あんまりいないです。一回デザイナーさんが出てくださってる方、女性の方いるんですけど、デザイナーをやっていてディレクターもやりたいっていうので、今ちょっとそっちにシフトチェンジしてるみたいな人はいるんですけど、やっぱり450人エンジニアさんいて、ディレクター何人 ?3、4 人ぐらいじゃないですか。 PM も少なくないですか？ PM は意外といます。意外といます。意外とですね、一現場に PM は何人かはいるので、その面がやっぱ募集はありますね。ディレクターって一現場に一人いるかいないかみたいなとこあったりもするんで、PM はいるけどディレクターはいないみたいなあったりもするんで、その辺の募集とかマッチングのやっぱ率は下がってますね。動画の途中ですが、エンジニアなら必見、エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。イメージなんですけど、アパレルにいらっしゃったじゃないですか。でショップの店員をやってたわけじゃないですか。結構労働時間長いイメージがあるんですけど、そんなこともないんですか？そんなことありますよ、めちゃくちゃ。僕のとこはですけど、僕労働時間っていうより、休みが不定休だったりとか、お正月出社しなきゃいけないとか。一番暑い時ですもんね、年末年始とかって。ですよね、一番物売れる時なんで。ボーナス号とかでって考えたら、割と IT の方が休みとかはちゃんとしてますし、トータル安定してるっていう印象です。 IT 業界ですけど、仕事もいっぱいあるわけじゃないですか。廃れていくはないですもんね。廃れていくはないし、ひどいブラック企業ってあんまもう聞かなくないですか、今 IT だと特に。ありますけど、あるんですけど、やっぱりね、フリーランスイコール現場選べるじゃないですか。自分で面談して合格したら行かないといけないっていう会社員みたいなのはないじゃないですか。雰囲気見てちょっと怪しいなと思ったら受かっても行かなくてもいいっていうところは、自分でこう選べるっていうのは一ついいところかもしれないですね。やって IT やってどっちの方がいいとかあります？断然 IT の方がいいですよね。もう一生この業界でいいですもんね。なんで最初からやらなかったんだろう。この業界にいつつ違う職種に行ったりとかはありえるかもしれないですけど。なるほどですね。 IT とは軸にみたいな。ずっと多分軸っすね。僕もバリバリ土方の方から来たんで。そうっすよね。お二人ともそうですよね。全く関係ないですよね。そうです。週一休みとかじゃないですか、建築も。結構きつかったんで、肉体的にもしんどいですよね。もう戻れないですね、絶対に。今後のフリーランスとしての展望とかあったりするんですか？構築携わってまだ1年も経ってないんで、もっと技術身につけて、もっと大きなプロジェクトとか参加して、一から構築作るとかっていう案件とかもやってみたいですし、とりあえずもっといろんなことを学びたいですかね。演者としてのスキルを上げていこうって感じですね。そうですね。絶対案件は運用保守の時より次めっちゃ選べると思うんで。そうですよね。ネットワークエンジニアって何やってるのって話、また別の動画でちょっと撮らせてください。お願いします。森口さんはなんか展望とかあったりしますか？僕も今2年目とかなんで、とりあえずこのまま続けて、いろんな新しいものを触れるようになっていくじゃないですか、ツールとか。ってなったら違う案件乗り換えてとかで。フリーランスになって IT 業界入って1年半ずっと同じ現場ですもんね。そうそうっす。単価やっと上がりましたもんね。そうそう、やっと意外と上がった。未経験でそもそも入るってことが結構奇跡に近いと思うんで、その中で1年半で単価上がってるってマジレアのレアケースだと思う。あ、マジっすか。はい、もっともっと上がるように頑張りたいですね。いつもしてるお酒飲んだ時の、ここじゃ言えない話もたくさんあるんですけど、そっちの引き出しの方が多いんですけど。イメージ悪いって。動画で悪い人にしか見えないですね。エンジニアっぽくないって言われません？言われますね。めちゃくちゃ言われますね。エンジニアっぽくないですもんね。アパレルの方があ確かにと思いますもんね。まだアパレル感が抜けないっていう。今お二人ともフルリモートですか？ほぼほぼリモートっすね。あんま出勤も先月本当1、2回ぐらいしかしてないですかね。インフラのエンジニアさんでそういう時代が来てるっていうのはすごいですよね。そうですね。森口さんとかやられてることはザリモートの仕事じゃないですか。いいっすよね。リモートしたいわ。最後にフリーランスのここがなみたいなのあったりします？微妙だなみたいな、不安だなでもいいですし、不満でもいいですし。ほぼないですけど、税金関係かな、あえて言うなら。今って僕1個の案件だけなんで、1個だけ管理してればいいじゃないですか。でも副業とかいっぱい始めたりとか、収入多い人とかは結構大変でしょうね。法人格とかいろいろありますもんね。いろんな収入源見ますもんね。そうそうそう。今は全然気にしてないですけど、今後ちょっと面倒くさい部分は多くなるかなっていう。インボイスとかもね、そうですね、一応あるじゃないですか。副業したらインボイスまた変わってきますもんね。そうそう。弊社は前動画でも撮ったようにインボイス制度は関係なくてもいいよっていうふうに言ってあるんで、それ本当助かるんですよね。あれめちゃめちゃいいですよね。めちゃめちゃいいです。ただただありがたいです。エンジニアさんがいるから会社があるんで、こちらこそ案件紹介してもらえるんで。なんかフリーランスのあります？ここかなみたいな。ないっすね。ないっすよね。マジで悪いとこがそんなに出てこないっすね。フリーランスめちゃめちゃいいっすね。めちゃめちゃいいっす。めちゃめちゃいいっす。本当に早くなった方がいいっす。ぜひですね、見てる人はですね、フリーランス興味があったら概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせいただければというふうに思います。はい、今回はちょっとゆるく座談会ということでお話をさせていただきました。ぜひご参考にしていただければというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。